はい、今日はこちらの BMW M5 をご紹介させていただきたいと思います。それでは早速ご紹介させていただきたいと思います。で、こちらの車両カスタマイズを担当させていただいた、ボンドカーズの鍋さんこと渡辺さんの方から説明の方をお願いいたします。はい、はい、渡辺です、はい、お願いします。それじゃあ早速外観からちょっと説明してもらってもいいですか。はい、今回はですね 3D の、3D デザインですね。はい、3D デザインですね。メインに、はい、一周やってあります。はい、はい、あと、まあ、このキドニーグリルもちょっと気になったんですけど、はい、黒にしようかなと思ったんですけど、はい、あえてですねここのシルバーからつながるような感じでここはマット仕上げにしてあります。ああ、なるほど。もともとここってメッキでしたっけ。そう、もともとメッキなんですよね。はい、をマットシルバー、このアイラインに合わせてマットシルバーにペンチしてるんですね。そうですね、いろいろあのネットサーフィンしててちょっと黒だとべったりしすぎるなっていうのがあったんで、あえてのマットですね。なるほど。はい、であとは、まあ分かりづらいかもしれないですけど一応全部プロテクションフィルムを加工させてもらってちょっとガードをさせてもらってますね。はい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 。やっぱり貼っとくと飛び石とか安心ですもんね。いや、 やっぱ新しい車はそうですよね、はい、ですよね。やっといた方が無難ですよね、はい、これはフルフルで貼っちゃってる感じですか。そうです、フルフルですね、はい、でやっぱりフルで貼るといいのはこう吹けるんですよね。そうですね、そうですよね、傷がつきにくいっていうのがいいですね、はい、塗装だとやっぱりこう吹き上げちゃうと吹き上げた傷がついちゃうんですけど、そうですね、プロテクションフィルムだともう濡れた雑巾とかバーって吹けちゃいますから、はいはい、その辺もポイントですよね。簡単にこうワックスとかね、はい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 、そういうのもパーッとできちゃいますよね、はい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 、なるほど。かなり前回りじゃあいかつくなってますね。そうですね、だいぶ厚みが増しましたよね、はい、ですよね、はい、なるほど。であとは足元ですかね。そうです、足元はアナーキーですね。はい、はい、アメリカの単造ホイール、アナーキー、モデル名とかって名前さん分かりますか。ねちょっと待ってくださいね差し込みで入れときます、はい、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか、はい、延長22インチですね、はい、でフロントが、まあ、10.5、 あとリアが 11.5 ですね、はい、かなり根茎部もそう、一応こだわりがありましてですね、はい、一応フィニッシュの方が、はい、ブラッシュドサテンガンメタルフェイス、はいはい、になってますね。僕にはよく分かりません、ね、あとインナーがですね、はい、よく見るとインナーポリッシュにしてあるんですね、はい、ああなるほど、はい、これポリッシュなんですね、はい、そうなんですよ。この表面はこの大理石みたいなこう艶消しのこうザラザラというかこのそうですね、アルミの素材感を残した、はいはい、フィニッシュで外装に合わせて、ああなるほど、ちょっとこういう色を使わせてもらいました。ボディカラーにまあ確かに合ってますね。そうですね、はい、なるほど。あとまあ細かいですけどこういうところも黒にしてあったりですとか、はいはい、あここもピアノブラックですかね。そうですね、はいはい、なるほど。あと、はい、ここもよく見ると、ああなるほど、ええ、ボディ同色にペイントしてるんですね。これラッピングなんですよ。あ、ラッピングなんですかこれ、純正だとメッキになっちゃってここだけ浮いちゃうんで、はい、一応同じような、はい、色味のラッピング剤を使ってます、はい、なるほど、はい、かなりラッピングなのに色が近いですね。ね、意外に分かりづらいですよね、はいはい、かなりまとまった感じが出てますよね。そうですね、はい、あと足回りはこれは足回りはカーベイの、はい、ハイトアジャストスプリング。あ、じゃあ純正ショック生かしてこの車庫調化するやつですよね。ええ、はい、純正の電子制御機能も全部、はい、そのまま使えます。なるほどなるほど。じゃあ純正の機能を殺さずにスタイリングを良くした感じ。そうですね、なるほど、はい、であと後ろですかね。後ろも 3D のディフューザーと、ね、はい、トランクスポイラーもこれ 3D デザイン。これも 3D ですね。なるほど、はい、後ろもこれいかついっすね。そうですね、マフラーはアクラボですね、はいはい、スロベニアでしたっけ。そうです、はいはい、バイクとかでおなじみアクラボビーチですよ ね、 すね、はい、これはバルブ切り替えもそうです、バルブついてるやつですね、バルブ切り替えでサウンドコントローラーもついてますね、はい。もうアクラポはもうバイクのマフラー作ってるだけあってやっぱり性能もそうめちゃくちゃいいですね。間違いないですよ、ね、ちゃんとしたマフラーメーカーってやっぱり馬力が、はいはいはい、何馬力トルクがどのぐらい上がりますよ、はい、で取り付けした時 の、 ウェイトどのぐらい軽くなりますよ。あ、出てますね、はい、まあ、ちゃんとそういうデータを起こしてやってるメーカーさんなんで、はい、で取り付けもぴったんこなんですよ、はい、ああなるほど。もう加工とかも全く必要ない感じですね。そうですね、ちょっとこっち引っ張っててっていうのはないですね。じゃあそのぐらい出来がいい。締めて締めてっていうのはありますよねあるあるです。輸入のマフラーは特にあるあるですよね。そうですね、はいはい、そういうのはもう一切ないんで、はい、めちゃくちゃ精度がいいです、まあ、
結構ポルシェ GT3 かなんかでも純正採用されてたりとか。そうですね、ですよね、ありますね、はい、純正供給してるぐらい、そのぐらいあの、しっかりしたマフラーなん で、ね、まあ、自信を持っておすすめできる、ぜひおすすめですね、感じですよね、はい、はい、音もじゃあこの後そうです、ね、聞かせてもらっていいですか。ね、分かりました、はい、あと外装はこんな感じですか。そうです、テールも、はい、テールもやってるんですね、これ。ペイントっていうよりかは、確かにフィルムなんですよ。あ、新しいフィルムを使ってます。はい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 、これでもよく見ないと張ってるって分かんないですね。で、うん、そうですね、縮み込みとか結構多かったと思うんですけど、はい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 、このフィルムは薄くて、はい、縮み込みがあのほぼない。そうなんですか、はい、じゃあ耐久性も結構あって、耐久性もありますね、新しく出たやつなんですけど、これいいですね。いいですね、はい、なんかオプションのテールランプみたいな、ちょっとそうです、純正っぽさを残したまま。そうですね、ディフューザー用このリフレクターなんかもかなり、はい、あの、あ、これ、ね、強かったんですけど、あ、なるほど、だいぶ抑えられますよね。はい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 、一体感が出てますよね。出てますね。なるほど。あとボンネットの中もはいちょっと見させてもらっていいですか。はい、恥ずかしい。はい、ボンネットはこれすごいことになってますけど、カーボンが、はい、グループ M の商品ですね、はい、ラムエアですか、はい、ラムエア、はい、カーボンインテークキット、はい、はい、信頼の日本製ですよね。そうですね、はい、でもうグループ M は吸気のスペシャリストなんで、これももう性能的にも間違いないですよね。間違いないですね、はいはい、でやっぱりマフラー入れたらやっぱりこう吸う側のインテークもやっぱりセットで変えたい感じですよね。そうですね、はい、それじゃあ続いて内装の方を、はい、もう見るからにボディをやってありますって感じですけど、アウター化ですね、はいはい、アウターは効きますよねこれ。そうですね、はい、もうあの純今の純正とかに関してはもう、はい、要は一度壊す感じですね。壊して純正よりいいものを作っちゃおうっていう感じなので、はい、特にあれですね、 BM はシート下にこうウーファーでしたっけ。そうです、スピーカーあるんで、はい、結構モコモコした感じなんていうのはよく言われますよね。そうですね、はい、あの振動がやたらケツに、はい、響いちゃって、はい、ちょっとあの、血が治っちゃったなって言ってます。本当ですか。いや嘘です、ね、悪化しちゃう方じゃなくて。悪化しちゃいますね、はい、それを、まあ、もうスピーカーの位置から見直して。そうです、 はい、まず、声もそうなんですけど、はい、やっぱどうしても、ここの、まあシート下にあるんで、はい、こういう状態で音楽を聴いてる感じになるんですよね。これだとやっぱり、ちゃんと声が届かなかったりとか、はいはい、まあ、そういうことになりがちなので、一度ドアを壊させてもらって、はい、エンクロですね、はい、エンクロージャーですね、エンクロージャー、箱ですよね、はい、そうです、はい、箱化して、はい、もっとなるように。そうです、 T4 の、はい、私が大好きな、はい、T4 シリーズですね。ごめんなさい、オーディオはちょっと、これロックフォードっていうアメリカの、ね、はい、メーカーなんですけど、はいはいはい、スピーカーがですね、はい、T4652S っていう。すごいマニアックな話になってきますけど。そうですね、はい、これ、はい、4ちゃんなんですよ、はい、まあ、2ちゃん2ちゃんで、はい、まあ、3ウェイとかじゃなくて2ウェイなんですけど。ああ、そうなんですか。2ウェイなのに、じゃあツイーターとスポーカー。そうです、そうです、はい、あ、なるほど、はい、でこの下を全部作り直してるんですね。じゃあそうです、ここの下をですね、もう全部こう、はい、一から全部作り直ししてます。はい、これでもステッチも入ってすごいですね。そうです、純正見てもらうと、比べてもらうと分かるんですけど、はいはいはい、もう全然違いますね、はい、形状が。なるほど、言われないと。でも本当にここから先はまあカスタマイズされてますって感じですけど、こっちはもうステッチ入っちゃってるともう純正みたいですよね、この辺の時。こんなこともできちゃうんですか。こんなこともできちゃいます。なるほど、はい、すごい。でこれがロックフォードに。そうです、はい、純正がハーマンだったんですけど、はい、ハーマンあんまりちょっと個人的に、はい、もうちょっとこうパワフルさが欲しい。ああ、なるほどなるほどなるほど。で私の信頼しているロックフォードのですね、はい、T4 を入れさせてもらって、はい、でこのツイーターがすごくトルククルなんですよ。へー、嘘でしょっていうぐらいトルクがあるんです。あ、そうなんですか。そうなんです。それはちょっと乗っていただかないと伝わらない部分なんで。そうですね、なかなか動画だとちょっと難しいんですけど。そうですね、動画越しだとちょっと厳しいですけどね、はいはい、オーディオにも精通しているナベさんがもう一押しの。そうですね、はい、システムが組まれてるんですね、はい、なるほど。これ後ろやってあるんですか。後ろもやってあります。うわ、すごい、はい、じゃあもう車内どこで座ってても、そうですね、もうパワフルなサウンドを感じられるってことですね、はい、そうです、すごい、はい、ここもあの、はい、エンクロになってますんで。なるほど、はい、じゃあちゃんと箱化してもうガンガンなるように。そうですね、
でこれだけやってあると僕的にはトランクも楽しみになっちゃうんですけど。そうですね、トランクもあえて、あの同じような感じですよね。やっぱりアンプで鳴らすんで。そうですね。わ、すごい、すごいっすね。見た目一緒ですけどね、アンプ自体が、P1000 っていうロックフォードの、アンプと、あと T600 ですね、はいはい、あとはサブウーファー用に、はい、T1500 っていう、モノアンプですね、はい、の3連でついてる。そうです、3連でついてます。なるほど、はい、これも全部。そうです、全部作り直しして。なるほど、中に全部あのキャパシターだなんだって、はい、いろんな装置が入ってますね、はい、あ、それも全部入れてあるんです。全部入れてあります。なるほど、はい、トランクの大体 3分の1ぐらいですかね。そうですね、ゴルフバッグが乗るぐらいは、はいはいはい、残しておいたんですけど。なるほど、はい、あと向こうは全部システムで埋まっちゃってますね、はい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 、でもこれだったら普通にゴルフバッグ詰めるんで。そうです、全然利便性はそんなに損なわれてないですよね。割れてないですね、はいはい、普通に旅行に行くぐらいバッグ入れたりとか、ゴルフバッグ入れたりぐらいは全然できちゃう。最高の上ですね、はい、最高の上です、はい、あれ、これ車から買ってもらってるんでしたっけ。そうです、車買ってもらって、で、まあ、カスタム全部好きにして。じゃあもう車の購入からカスタマイズまで全部お任せいただけます。そうですね、はい、特に鍋さんだったらもうオーディオにも精通してるから、そうです、ね、こういう音って言ってもらえば、はいはいはい、ちょっとマニアックすぎてちょっと嫌がられるかもしれない、まあ、マニアックのトークもできるっていう。そうですね、はい、なるほど、はい、あとはまあ真ん中、はい、スルーもできるんで12インチの、あ、すごい、ウーファーが入ってるんで。へえ、いや、もうこれ乗ってよし、聞いてよし、ね、見てよしじゃないですか、はい、一応低い音でもあのいい音になるように。なるほどなるほど、プロセッサーで全部やってます。じゃあもうズンとこ言わせてもいい感じですね。そうですね、はい、あのよくパワーハイファイなんて言いますけど、はい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 、自分の好きな空間でですね、はいはい、大音量でも聞けるし、はい、小さい音でもいい音でも聞けるし。あ、なるほど、はいはいはい、それは何ですか。これはですね、プロセッサーの、あ、コントローラーが。そうです、コントローラーで、そこに埋め込んでるんですか。はい、これタッチパネルなんですけど、こういうパソコンでですね、タイムアライン、パソコンつないでセッティングするやつですね。そうです、イコライザーとか全部これで、タイムアライメントとか。そうですね、タイムアライメント、このパソコンにこれをつないでですね。でもあれなんですよね、運転席に座ってるとやっぱり運転席のスピーカーの方が近いから。そうです、まあ、厳密に言うと早く聞こえるし音も大きく聞こえるんですよね。そうですね、だからそれを全部スピーカーの位置全部計算して鳴らすタイミング、ボリューム全部調整するのがタイムアラメントですよね。そうです、そうです、はいはい、どうしてもあの車の場合ってあのホームオーディオみたいにあの正面からスピーカーが聞こえるわけじゃないので、はいはい、対抗しちゃうので反射音でこう聞こえたりとかするんで、ドンピシャで合わせるともう本当にセンターで、こう、そうですね、目の前で演奏してたり歌ってるように聞こえるんですよね。そうです、ガラス側からガラスの2メーター向こうの方から声がこう聞こえてきて、低音が下に経済しやすいんですけど、それがこう上の方にボーッとこう上がってきて、ガラスの方から重点がドンドンドンと聞こえてくるんで、すごい。これは今バルブが開いてる状態ですか。開いてる状態ですね。開いてる状態ですね、はい、お願いします。やーばー、めちゃくちゃいい音してますね。してますね。最高の上です。最高の上です、はい、やっぱり M5 だからこう走ってよしの車なんで。そうですね、やっぱりレーシングサウンド完璧ですね。でそのアクラポのリモコンで、はい、今開け閉めができるんで、これが静かな。あー、もう全然ジェントルですね。全然違いますよね。ノーマルか、まあ、ノーマルプラスアルファぐらいの。そうですね、まあ、ボリュームって感じですか。2本から、あ、そうですよね、はいはい、でこれがリモコンで、赤くなったらバルブが開く。うわーって感じですね。すごい。はい、というわけで今回は、ボンドカーズ浦和でカスタマイズさせていただいた、BMW M5 をご紹介させていただきました。車両の購入から、車両のカスタマイズまでぜひボンドカーズ浦和までご相談ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。